ラジオエジです、えー。7月8日木曜日20時39分です。ラジオエジの、夜トレイヒ <laughs> <laughs> ちょっと今アレンジ具はあった夜トレイじゃないよね。<laughs> ちゃんと楽譜には、たたたたたた。まあいいや、まあいいや。始めていきましょう。今日のテーマですけど。 えー、今日はね、突然のリスクオフになってますね。円高がドアーと進んで,で、日経も下落していて、これはやばいかも。昨日あたりからね、なんかリスクオフ来るんじゃないのっていう話をしてたんですけど、来たかもしれませんね、これ、リスクオフがね。日経もずいぶん下げてます。土台もずいぶん下げてます。んであの今日からね、ちょっとテーマ別の動画をね、やろうと思っていて、えー、あのメインチャンネルの方にね、1本、為替の動画を上げておきましたけどね。 まあ夜トレで今までは夜に変化があっても夜トレで終わりだったんですけど、まあ夜トレも長い、えー、相場天気予報も長いということで、おめえの動画は長すぎて見れねえよっていうね <laughs>、話があるので,で、そこをね、テーマ別の動画出したらどうなるんかなっていう実験してみようと思って。で、まあ僕の場合ね、あの皆さんたくさん僕が動画出すとね、心配されますし、今もこう結構疲れ顔になってますけどもね、 確かに動画出すと疲れるんですけど。<laughs> えー、僕は、僕のやり方で行くと、1日5本ぐらいは動画出せるんですよね。まあ、一番大変なのがサムネイルの作成。だから、このね、夜撮れではサムネイルは簡略化してるんですけど、メインチャンネルはサムネイルちゃんと作ってるんで、あれが一番大変かなっていう。 ぐらいで、えー、動画は、まあ、ちゃんと考えて、えー、こういうのやろうと思ってやれば、まあ、1日5本ぐらいまではできるんですけどね。まあ、でもその場合はもう朝から晩まで動画しかやってないっていう生活になるわけなんですけどね。えー、で、えー、そんな形で、えー、メインチャンネルに為替の話しましたけど、ちょっとね、為替から見ていきましょうか。ね カバだからメインチャンネルの動画とかぶる部分も出てきちゃうんでえ、手短にというかね、まあ、まあ、サブチャンはサブチャンでね、えー、話しますけど、まあ、メインチャンはメインチャンで、サブチャンはサブチャンで。<laughs> で、そのサブチャンネルの、じゃあメインチャンネルの短い動画は、長い動画が嫌な人向けなんでね、皆さんとはちょっとまた違う人向けになるのかなと思ってるんですけど、実験、とにかく。 えー、いろいろやり方を変えていく、僕は。なんで、その実験なんですけどね。今日ドル円こんなになっちゃっててさ、これドル円なんですけど、昼間のね、昼トレでここ、下に横切るかもしれないから今日買えないんだって言ってましたよね。で、落ちましたよね。まあ、落ちるにしてもこんだけ横切るかなーっていうぐらい落ちたんですけどね。まあ、下げましたね。えー、僕はこの間から売りたくしょうがなくて、 えー、で、えー、どうしようどうしようってやったんですけど、売りました。<laughs> 売りまして、もう持ってませんけど、えー、少し利益を取りました。売りでやりました。まあ大体ね、僕、ショコトレなんでね、えー、売って、下げてる途中でリグって、さらに下げてるところは涙目で、涙目で見送る。<laughs> は、早かったか。<laughs> まあ毎回早い、まあ分かってるんですよ。で、粘りすぎると、逆転、逆転、逆行。 しててまだ戻っっちゃがが取れなくなくることが多いんで、僕は早めにんですねで今こうなってますけどね、この後はね、多分ね、アメリカ時間もうすぐ始まるんですけど、一回ちょっと戻るんじゃねえかと。で、110のね、10ぐらいまで来たらまた売ろうかなと僕は思ってます。はい、今ノーポジなんですけどね。そんな感じで、えー、ドル円ね、落ちてきましたよと。 で、これね、5分チャート見るとね、もう、まあ、AI が売ってるんじゃないかっていうぐらいの、もう、売りだ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 っていうね、動きになってて、こうなるとね、今度売りが止まらないんだよね。で、この、これ、ドル円の5分チャートですけどね、あの、上昇が止まらないときってね、上昇が止まらないときはもう、本当にあって、そのときはもう、買われて買われて止まらないし、で、売りが始まって、売り売られ始めたもんだ、売られて、売られて止まらなくなるのが、昨今の、 この AI 相場の特徴なんですよね。でね、えー、そのメインチャンネルの動画でも言ったんだけど、まあひょっとするとね、今日昼間も言ったんだけど、えっ、ー、とドル円とかのね、クロス円の流れがね、今までの円安から円高にあの来るかもしれません。しばらく円高が来るかもしれないんでね、要注意ですね。まああの、よく最近はさ、 あのー、コメンテーターっていうか、為、え、替、ー、のね、専門家が円安だ、円安だと言ってましたね。112円、113円、4円とか言ってましたね。えー、僕は会議的に見てたわけですよ。なぜなぜかって言ったら、週足で見たら高いから、高値圏だから、こっから、えー、ドル円買えねえよって言ってましたよね。んで、下げ始めたわけですよ。今度下げ始めるとね、やで108だ、107だとか、今度はどうせみんな言い始めるんだろうけど、<laughs> ねその、そういうふうにまたね、今度は円高方向に来始めたから、今度円高の理由をいろいろ出してきてね、円高じゃ円高じゃって言い始めるかもしれませんけどね。まあしばらく円高方向に動いて、この108ぐらいまではあり得るんで、えー、ね、108の前半ぐらいまではあり得るんで、ちょっとね、会話慎重にやらないと危ないですよっていう動きになってますね。うん。 まだね、あの、ユーロドルの動きとかちょっとよくわからないんだよね。ユーロドルは、えっ、ー、と、これが下向きの方向に行くのか、ちょっとよくわからなくて、えー、よくわからない。ドルは、ユーロドルはね、えー、この要線で上がってるのがドル安の動きなんですけど、うん、最近はドル高、ユーロ安ドル高の動きがついててね。で、今日急にドル安の動きが来たんだけど、 どうなるんだろうな。ちょっとまだこれはね、わからないんでね僕。僕にはわからないんですけど、ユーロドルはね。ただ、えー、ドル円に関しては、下向きではない、下向きに来るんじゃないか、えー。で、その他、ユーロ円とかもね、これユーロ円ですけど、ちょっと下向きに来るんじゃないか。だってね、あまりにも長く円安が続きすぎたんだよねで。もうちょっと、もうちょっと行くかなと思ってたんだけど、原油から崩れ始めたでしょ。 で、ちょっと怪しいなと思ってて、それで、だから最近微妙なことを言ってましたよね。カナダも買いでいいよって言ったけど、すぐ僕は手締まったって言いましたよね。で、今僕は買いポジは持ってない。売りポジも持ってないですけど、ドル円で今日は少しだけ取りました。えー、まだね、えー、まだドル円の今、今期のね、今年の FX のプラマイがまだマイナスなんでね。なんとか、 この後はいいトレードをして、えー、まずプラスに持っていきたい、えー、と思ってますけどね。そして、えー、こう、為替がこうっていうだけじゃなくて、225もね、600円まで来てるんだよね。で、ちょっとパネルを出していきますけど、パネルを出してくれ。えー、っとね、今27,600円も入れといたんだけど、今日の、えー、引け値がね、28,118円でしょう。で、さらに、えー、っと、500円も下げてるんだよね。27,600円も下げまで下げてて、 これね、会社グナルなんだよね。でね、これもね、だから、日経均に会社グナルが出てるよっていうやつも、えー、メインチャンネルに上げたいんだけどね、短編動画としてね、上げたいんだけど、だからこの夜トレ終わったら、えっ、ー、と、さらにやるのかな、みたいな感じで思ってるんですけど、どうしようと。えー、それじゃ多すぎるわな、とかね、いろいろ考えてるんですけど、短編動画やるって言ってたんだよね。うん、ね、それはだから今日は、たまたまね、 今日から短編動画やろうと思ってたら、為、え、替、ー、も安いわ、ね日経も、えー、この RSI に買いシグナルだわっていうことでね。だまあ、ヨルトで見てるらっしゃる方はね、僕はこの後、あのメインチャンネルにね、えー、日経平均に買いシグナルなんていうのを出してもね、別に見ていただく必要ないですけどね。<laughs> まあそれはだから長い動画は見れ,見れねえよ人のっていう人のためのやつなんでね、ダブって見ていただく必要はないんですけど。 えー、こんな感じでね、今ね、2万7600円で買いしグナルが出てるんですよ。えー、なんでね、えー、どうなるんですかね、これね、っていう感じなんですけど、結構下げてますね、今日ね、どえー、日経平均もね。ということで、えー、リスクオフです。で、今、あまあ、600円も割ってきてますね。あ、そうそう。で、ついでに言っとけば、 えっとね、ドル円じゃないや、この、えっと、日経平均ですけど、まだこっちに買いシグナル出てないじゃないですか。明日さらに下げて、27,500円とか割ってくると、こっちにも買いシなるルが多分ね、出てくるんで、27500と出てくるんでね、27,500円より下ぐらいから買っていくと、相当いい感じになるかもしれないっていう、まあ、もしかしたら少し取れるかもしれない。2、300円ぐらいがね、日経平均で、 取れれるかもしれない,しということですあと100円のことですけどね。あと100円ぐらい下がると、もう2万7500円で、えー、R 式帰りの買いシグナルも出てきますから、2箇所にね、2箇所に買いシグナルが出るんで、まあ、ここからさらに下げていくこともあるので、えー、絶対とは言えません。相場ですから、相手はね。だけど結構安いぜっていうところ来てるっていうね、瞬間的に安いぜっていうところに来てるんで。 それはちょっとね、皆さんにお知らせしておきたいと思います。えー、ということでね、今日から短編動画もね、やり始めたということで、また最近ね、えー、疲れ、疲れ顔がまた疲れ、疲れが来るかもしれませんけど。まあね、いろいろ挑戦してみたい年頃なんですよ、僕は。なんで、いろいろ挑戦してみますんで、皆さんにご心配をおかけしてて、で、何かね、動画が多いから最近ね、 心配だっていう声も聞いてるんです。あの、いただいてるんですけど。えー、多分大丈夫だ。<laughs> だからその代わり、今週から土日はもう動画やらないことにしてるんですよ。えー、で、先週まではね、土日に動画はみ出してたんでね。で、えー、これが辛かったんですけど、今週から土日にはもうね、休むいうことにしてるんでね。その代わり平日に追い込んでみるっていうやり方。<laughs> いろいろやってみてるの。いろいろやってみてるの。 それで、どういうやり方が、どういうやり方が一番いいかっていうのをね、模索してる。この間、の NHK の、えっ、ー、と、えー、プロフェッショナルの仕事の流儀を見ていたら、見ていましたら、昨日か、見ていたら、えー、100メートルの山形選手、彼は、えー、未熟児で生まれたそうですね。それで、彼は、えー、どんどん練習方法を変えていくっていうね、普通は練習方法を変えるのは非常に、あ,あの、賭けなんだそうですよ。 リスクはあるんだけど、彼はいろいろ練習方法をどんどん変えて、それで、えー、うまくはし、早く走れる方法をね、探っていくということをやるということを聞きました。えー、僕もね、えー、やり方を変えてい、えー、きたいと思っていまして。はい。なんで、今ちょっと画質調整しますけど <laughs>、やり方、ちょっと今パカッとしたので、ちょっとね、今顔色があまり良くない写りなんでね、顔色変え、 もうちょっとよくできないかなと。今ちょっと画質調整してました。ごめんなさい。えー、画面がパカッとなったかもしれませんけど。えー、結局あまり顔色良くなりませんでした。<laughs> これ肌色がきれいに出ないんで、このカメラ。このカメラ、もここにあるカメラがね、えー。ということなんでね、いろいろやってみてます、はい。ご心配おかけするかもしれませんがね。そしてね、今日は、えー、大変なことが起こっておりますよ。今日リスクオフになってるんでね。 なんと、あの、売られすぎのね、買いシグナルがね、バカーンと出てるの、こうやって。えー、すごいよ。売られすぎ買いシグナル、皆さんメモのご用意よろしいですかやるか、やってる方。いや、本当にできるかどうかね、あれなんですけど、前から言ってましたよね。売られすぎの買いシグナルは、出るとなったら1日10名が来ますと。で、来たら全部買うんですっていう。来 <laughs> ま、ね、これがね、来ました。えー、ね、2791大黒店 大黒天物産。3903グミ。4187大阪有機化学。7272ヤマハ発動機。4716日本オラクル。6141DMG 森石器。4578大塚ホールディングス。7731ニコン。3405クラレ。3291イダホグループ。九7 6 6コナミは 2, 2日連続。8572アコム。おお、アコム。えそして 3681V キューブ。 これだけ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13。で、今、これ500万円の資金でやってるから、信用取引やから、1,500万円以上買えるわけですよ。だから、この1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13。それぞれ、なるべく100万円に近い値段で、なるべく100万円に近い値段で、1 2 3 4 5 6七八9 10, 11, 12, れれ1 2, 3メガ <laughs> を全部買う。 で、資金が少ない方は上から順番に買っていってください。これ上からね、並べ方がね、えー、っと、ここですね。R 式の帰りが低い順に並んでまして、このやり方でね、資金の少ない方は上から順番に買っていくのがいいんで、えー、これが確率統計的に最も良いので、これで、えー、買っていってください。で、まだね、あの、この R 式のシステムトレード勘違いされている方が結構いて、 で今日も例えばね、えっと、コナミが出たけど、マイナスじゃねえかみたいなね、感じだったり、これ今日よりで買って引けで売るわけだからマイナスですよね。マイナスじゃねえかみたいなことを言ってる人がいたりするんですけど、これもう一回言いますけど、勝率55%。勝率55%なんで、明日もね、今全部やるんだけど、これ12銘柄、ら、13名からか、覚えられない。1 <laughs>、2、3、1。 五六七八九十十三目からやるんだけど、これもね、勝率55%だし、負ける日は大負けで負けるんです。負ける日はもう全部負けるんです。でも、それを、その、例えば今日でもね、好みを買いました、寄りで買いましたと、引けなりの注文出していたけど、陰線だから売るのはやめようと思ってややめた人いらっしゃるでしょう、う多分。三泊にしようかなって。それもね、完全に間違いです。 もうね、デートレードでやるんだったら、どんな結果が出ようとデートレード。それから、えっ、ー、と3泊4日で行くんだったら、どんな結果が出ようが3泊4日。これ崩しちゃいけないんですよ。で、10名柄出てたら10柄全部買う。13銘柄出てたら13銘柄全部買う。翌日にまた13銘柄出た場合は、えー、デートレードの場合はまた買えますよね。で、同じマイナスが出たような銘柄で、連続でね、 マイナーまたコナミが今日二日連続ですけど、連続でまた出てくる場合があります。それも全部買います。<laughs> だから、これはね、実際なかなかやりづらいんですよ。やりづらい。だからまあ、つまみ食い的にね、あの、買って売ってっていうのデートレードで使ってもらってもいいですけど、それは本来のシステムトレードじゃないんで、えー、良くないんですよね。 で、それをやっていきながら、あまりにも去年までのシミュレーションと今年の結果が違ってきたら、やめるってことになるわけですが、その時には結構マイナスが出てやめることになる可能性があるんですよ。その意味で、このシステムトレードっていうのは結構甘くないし、まあなかなか大変です。まあ、それ聞いてもうやめたって思ってる人も多いんじゃないかと思いますけど。<laughs> まあね、そんなのがね、システムトレードなんでね。グラフ見るとね、うん これ、やりたくなるわけじゃないですか。グラフ見るとね、えー、デートレード、これ、裏らりすぎのシステムでデートレードをやった場合の、これ、グラフ今出しますけど、これ見るとね、こんな感じで、800万まで増えてれば、で、ずーっと増えていってるから、これだったらやってみたいよなぁと思いますよね。グラフだけ見ると。でも実際にやる、やると、ここにあるみたいに、 ね、初日1万円、8万、1万八0 0 0マイナス、2日目、こう。で、これ、過去のね、これシミュレーションの表ですけど、で、こういう感じで、結構集中的に銘柄が出る場合があるわけですね。で、この日は集中的に銘柄が出て全部儲かってる。で、この日はもうウハウハなんですけどね。だけど、また集中的に、えー、買い銘柄が出て、この日なんかね。で、えー、その日に売っているわけですが、 余力型によって、この日なんか結構ボロ負けですよね。ボロ負け。こんなのを繰り返していくわけなんですよね。で、また買いが出て、ここまたボロ負けですよ。この日ね。ボロ負け。それで、また買いが出て、この日はまあまあ買って、相場が悪くなってくると、毎日めっちゃ買い立てが出て、これまたここもやばいわけですよね。で、この辺のトレードで、最初さっきのグラフでね、ここら辺のね、落ち込みがね、 500万から1回20万まで行ったところから結構450万まで70万ぐらいね、マイナスが出てくるわけよ。それに耐えて、しかもね、それでどんな結果が出ようともやり続けるっていうことをやっていく中でプラスが出てくるかもしれないっていう、そういうトレードなんでね。まあ、何名かの方から、あの、システムトレードに関しては、えー、メールをいただいていて、いずれも勘違いっていうかね、 システムトレードについてあまり理解されてない、えー、内容のメールをいただいてるんですよね。それは発信者たる私が悪いんで <laughs>。悪いんで。だからよくわかんない人はとにかくやんないでほしいですよね。で、今日はだから、これ、えー、確定値ですからね。13銘柄、やっと覚えた。13、やっと覚えた。13銘柄に買いが出てるんで、えー、ね、これは、えー、明日デートレでやる人は全部買い付けてよりで。 で、引けで全部てしまうで、引けなりが成立しなかった場合は、翌日の寄りなりでてしまうそれで、えー、デートレードをしてくださいということですね。で、コナミに関しても、昨日はプラス、今日はマイナスですけど、これ見てわかるように、昨日のプラスの幅の方が、今日のマイナスより大きいんですよね。だか勝ったり負けたりするんですけど、えー、結局、勝ちか負けかは、まあ、まあ55%ぐらいで勝つことしかできないんだけど、この日本のローソブに現れてるみたいに、 勝った時のプラスの方が負けた時のマイナスより大きい傾向があるんですよと。確率統計的に。だから続けていけばプラスになる可能性があるという。それがね、この、えー、システムトレードなんですよね。わけわかんないかもしれません。<laughs> 知れませんか。<laughs> ね、えー。そんな内容なんで、皆さん、もしよければやってみてください。ということですね。はい。では、えーね 今日はちょっと寒いぐらいでしたけどね、えー、夜になって涼しくなって今日はもう窓を開けて、えー、網戸を張り替えたんで <laughs> でもなんか小さい虫が入ってくるんだよねで僕はあのウンカっていうのが緑色の虫がいるんですけど田舎にはねそれがチクンと刺すとねあの僕はどうも弱くてあのウンカに弱くてウンカに噛まれるんですけどとあのなんていうかなプツってなって あのしばららくく治らなくて痒いんですよね今今日も一発やられてるんですけど映りますかね映らないかなここここやられてるまあどうでもいいよね <laughs> ちょっと待ってここあ映ってかなここ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 う映んないですかねここここにちょっとブツってできて <laughs> こういうとこを刺してくるんだ運河がでねこれがもう僕は嫌なんですけどね もともと稲の害虫です。うんかっていうのは緑色の変な虫。で、それがね、刺すちっちゃいのがね、網戸の隙間から入ってきて刺す。うんうん、<laughs> さて、メール紹介。あーあと、いいかな。あ、そうそう。日経平均か。日経平均も見とかなきゃね。日経平均も。何か忘れるんだよね。日経平均。日経平均見ておきましょう。ピピピピピピ,ピ。こんな感じですね。今日ね、下げてる。 昨日日平均の予想忘れてたんだよね。明日はさらに下げるでしょうね。で、今日のなんかでも2万7600円いってるから、まあ明日はこんな感じでしょうね。これはね、えー、理由はね、よくわかりませんけど、やっぱり日本の状況があんまり良くないっていうのが海外にも伝ってるのでしょうかね。まあ今日もさっき菅総理がね、えー、っと、僕は暇さえあれば動画撮ってるか、えー、相場見てるか、ニュース聞いてるかっていう、あとはギター弾いてるか、みたいな感じなんで、 えー、さっきもニュース見てましたけど、菅総理のね、記者会見やってましたけど、まあなんかたどた、まあまあんまり言っちゃいけないけど、たどたどしいのよね。こうした中で、とか言って、まあいいけどさ、そうしたことがとか言って、まあなんかね、えー、なんか今それで小池さんがなんかね、総理の座につくのを狙っているらしいんですけど、まあ僕は絶対無理だと思うんだよね。いや、あのね、 前も田中牧子さんが総理大臣になるとかいう,い,ういう噂があったけど、どっかでダメになってね、今もうダメですもんね。えー、なかなかね、あれ、正解のね、やっぱり、じじいどもがね <laughs>、許さないんだよね、それをね。多分無理だと思うんだけどね、本人は狙ってるんだろうね。私はそんなことは一切申し上げておりませんですよ、なんて言ってながらね、狙ってるんだろうと思うんだけどね。えー 総理大臣になりたいんだよね。わからん。<laughs> 僕はわからん。政治家になりたいという気持ちが僕はわからん。まあ、儲かるんでしょうね。端的に言えば、政治家はね。威張れる、儲かるっていうことなんでしょうね、政治家はね。えー、根本的にはだっけど、威張れないはずですよね。威張れないはずですよね、政治家が。ね。 国民のために使える立場ですから。いわゆるのおかしいよね。で、儲かるのもおかしいよね。<laughs> なんで儲かるのかなって思うんですけどね。それもおかしいんだけど。その辺が魅力なんだろうと思うんですけどね。で、だから日経はね、明日また下げると思うんだよね。2万7500円に接近していくんじゃないとね、とうとう来ました、200円前がってことなんだよね。で、こうなれば一回戻るんで、200円前近くだったら買えると思うんだよね、明日。 明日日経22 5 27,500円近くは会員のチャンスだというふうに思います。で、今ね、もう来てるんでね、そう、う結構ね、あ、来てる来てる。27,500円まで来てるでしょ。今買っておいてもいいぐらいだと思うんだよね。これね、えっ、ー、と、あらかじめ今ね、もう日経2号は来てるんで、今買っておいてもいいぐらいじゃないですかね、と思うんですけど、これも勇気がいりますね。勇気がいります。ね、リスクオフの流れが鮮明ですね。 アメリカの方はどうだ米国30下げ、やや下げ。SP やや下げ。ナスタックも下げっていうことですけどね。これ5分チャート、全部5分チャートですね。やっぱりこういうふうに来てますね。やっぱりね。もう最近言ってましたよね。僕はずっと。もうアメリカもね、ピークが近いんで、ドカッと来るかもしれない。リスクを含来るかもしれないって言ってて、やっぱりナスタックがね、ダーンとこう下げてきてます。 え、まあ、来るべきし、しべ,べくしてきたリスクオフかなと思うんですけど、どれぐらいまでリスクオフ行くでしょう。だから、これ見ると世界的なリスクオフの感じもするんでね、日経日本がね、どうこうっていうだけじゃなくて、やっぱりさ、あれかなデルタってやつかなね、あれで、デルタってやつで、えー、ちょっといろいろなあ希望がね、ちょっと打ち砕かれてる感じがあるからね、あれがやっぱり影響してきてるのかもしれないね。 それはあるかもしれないね。そっちの方かなと思うんですけど、まあどっちにしてもね、えー、今相場変なんでね、えーそ、その疫学的リスクに反応したり反応しなかったり、ねそれによって上がったり下がったり、だから別の生き物みたいに動いてる。やっぱりね、テクニカルしか信用ができない。やっぱりテクニカル的にこう上に来れば、やっぱり調整が入るよねって話です。原油どうなんですかね。原油結構下げてますけど、まあこれ初めに、 先に先始めて、やっぱり原油って炭鉱のカナリア的にね、先に反応が出てきたりするんでね、これはやっぱりね、いつも見とかなきゃいけないですね。最近はだから、俺は大豆やえコーンは興味がないから飛ばせっていう人もいますけど、<laughs> ねそういう意味でやってるわけじゃないんでね、やっぱり全体を見ておくと何かにどっかにね、兆候が出てきたりするんでね、そういうのを見破っていかなきゃいいけない,いけないっていうね、そういう知的なゲームなんでね。えー そういうあたりが面白さでもあるし、なんでいろいろ見ていくといいですよね。さて、えー、今日もたくさんメールをいただいておりますけどね、一部の方しかご紹介できなくて申し訳ないんですけど、えー、皆さんにできるだけ役に立つような事例を紹介してまいりたいと思っております。最初の方は、えー、65歳なおぴーさんからですね、えー、順張りペンチということで、いつも楽しい、えー、番組ありがとうございます。 薬の青木を7652円で200株買いました。下がって下がって、また下がり、どんどん下がっています。今後の、えー、動き、値動き予想を教えてください。どうぞよろしくということですけどね。ありがとうございます。薬の青木3549。順張りではなくて、こういう会話ね、一応逆張りだと思いますけど、ちょっと見てみましょう。3549ですね。えー、ちょっとチャートを出してください、長谷川くん。はい、ありがとう。<laughs> チャート係の長谷川くんがね、チャート、あの、画面切り替え係の人がいてね,ね、こうやって僕をこうやって移動させたりね、こうやってね、ちょっと邪魔なところから邪魔じゃないところに移動させたりとかね、そういうのをやってくれてる。あの、えー、画面、あの、画面、なんだ、アレンジ係の長谷川くんっていうのがいて、その人がやってくれたりね、あと交換音もね、僕はここ、ここで、えー、ということで今日はね、えー、ね、 ドル円の110.25が利食い成功しましたっていうふうにこう、これまで、ね、パカパッパッパッパーマン、長谷川くんがね、やってくれこれは別の効果音の長谷川くんがね、やってくれてるんですけどね。そんな感じでやってるんですけど、えっ、ー、と、薬が浮き、三五四九3549。わお っていう感じで落ちてるっていうこ,とです、ね、これは多分僕の安値銘柄に入ってたから買われたんだと思うんですよね。でバーンとまた落ちたっていうことですね。えっ、ー、と、これ、あの、えっと、落ちたところで買うので逆張りの買いです。なんで逆張りで買った時にさらに落ちたっていうことですね。これはありますよね、どうしても。 それで僕はまあこれ安いですよって言ってるやつでもそのさらに下がることがあるので僕はいつも申し上げているみたいに一遍で一発へ当てるのは難しいからえ2発3発入れれるように買っていきましょうということとあんまり1銘柄にこれで行くっていうことで1銘柄にダダっと入れないようにしましょうっていうことですねを申し上げてるんですけどねだからこれあの買われるときに 最初から7600円で200株買われてるんですけど、その時に200株で買われるんだったら、あともう200株、もう200株って入れれるように買っていただいたのかなっていうのはちょっと思うんですけどね。で、今こうなってきましたが、えー、まあだいぶ下がってきましたが、500円ぐらい下がってきましたよね。週足で見るとこんな感じで、えー、まだ週足は、 この辺までの下落もありえますよみたいなチャートなんですよね。6000円とかね。そ、嘘そんなあるんだったらもうあかんもうあかんやばいって言われるかもしれませんけどね、えー。そういうチャートでもあるので、これ細かく分析してなかったと思うんですけどね。で、えー、これ、まあ、でもこれ結構帰りが下に飛んでますよ。今割安ですよっていうふうに取り上げたと思います。でも、あの、今日もう一つこういうね、 あの僕の取り上げたあの銘柄にパーンと飛び乗ってうまくいかないっていうメールが来てるんですけど取り上げたあの銘柄に飛び乗ってはいけないんですよもう毎回申し上げているように思うんですけどね取り上げた銘柄例えば今日安いですよ銘柄とか高いですよ銘柄は売り広報だったり買い広報だったりするんでそっから吟味を始めて慌てず取り組んでいただかないといけないんですよねなのでねでやるときはとにかく開けて開けて 何回にも分けて買っていかなきゃいけないんで、そうしないと危ないんで、えー、少しずつ買っていかなきゃいけない。開けて開けて買っていかなきゃいけない。ということになるわけです。なのでね、えー、ご注意いただきたいんですけどね。だからこれは、青木は、ひょっとすると、この、あ、これ引いてあるじゃん。あ、今引いたんか、自分が <laughs>。今引いて、自分引いた。6200円ぐらいまであり得るチャートなんで、ここ、週足の安値なんでね。その辺までもあり得るので、今、リスクオフの波が来てるので、 それを考えて、えー、トレードしていっていただかないといけないなと思うんですよね。だから7600円、次6600円ぐらいで1000円ぐらい下がったところで、えー、買い増しってことになりますね。そうするとその時には20万円ぐらいのマイナスが出てる。どうしてくれるんやねって言われるかもしれませんけど、えー、ね20万円ぐらいのマイナスっていうのは平気で出てくるのが株式投資です。 だからね、雑誌だったりいろんなところで投資やんなきゃダメだとか、貯蓄から投資とかいろいろ言ってますけど、僕はだから最近ショボトレの理論のパネルを出してないですけど、ショボトレの理論のパネルにははっきり書いてあります。トレードはやめた方がいいって書いてあります。<laughs> それぐらいに本当に難しいんですよ。で、それぐらいにハラハラドキドキしなくちゃいけないんで、そのハラハラドキドキしなくてもトレードできるようになるまでには、 僕で20年ぐらいかか、20年近くかかりましたし、それから今もね、やっぱりミスも起こるんですよね。まあなんとかね、今はもう僕はまあ大丈夫っていうところに来ました。それでもね、鉄壁の絶対の自信なんかない。いつ何が起こるかわからないえ。今日もね、急落に別にも問題なく売りで乗って、で、また今ね、ドル円ねで、ちょっと上がればまた売ればいいかなと思ってるし、えー 最大40ロットぐらい僕はトレードするんですけど、その中の10ロットしかまず入らないんで、最初はね。ゴロットかもしれない。自信がない時はゴロットなんで、日経225もね、今下げてるけど、まず入るんだったら僕ゴロットなんですよ。えー、それは、要するに日経225先物ミニの半分ぐらいの量ですね。それぐらいからしか入らないんですよね。で、ゆっくりゆっくり少しずつやるんでね。 で今は僕はトレードはそういう形で楽しめるようにも,うにもなってるし、そんなはらはらドキドキしませんけど、まだ経験の浅い皆さんはね、本当にね、あの少しずつ、えー、やっていかなきゃいけないってことと、それは僕がね、これ今日安いって言ったらすぐ買いたくなっちゃうかもしれないけど、それはね、また僕もあの申し上げますよ。あの天気予報とかでね、すぐ買うのがいいかもしれないっていうだけの話ですから、飛び乗らないようにしてほしいなと思うんですよね。 飛び乗って、後であので、ね、えー、あいつが行ったからって言う人は今いないですけど、そういう人はいませんけど、えー、と本当に飛び乗らないように、あの安い銘柄も高い銘柄も、そんな慌てる必要はないんですよね。そこから検討を始めて、売りなり買いなりを検討してってほしいなっていう話なんでね。だからこれ、薬直器はまだ今日陰線ダーンと引いてるんで、まだもう一日ね、えーいかもし、まだいくかもしれないと。 えーいうことなんで、1000円ぐらい開けて、難品を <laughs> していっていただければ、よろしいのではないかと思いますけどね。それはちょっと、うーん想定外だっておっしゃるんだったら、まあ、早めの損切りも、えー、検討していかなきゃいけないのかなと思いますけどね。えー、でこれぐらいの下落はまあ、十分あり得るというか。えー、だって、この1日でもこれだけ下がってますよね、ここ。 同じような下落はもう一回来た。で、ここをギャップダウンして結構下げてるんで、その意味では最近の値動きを見れば、えー、さらにどれぐらい下げる可能性があるかっていうのはわかると思うんだよね。で、ここからここが、えー、19%下げてますんで、とりあえず19%ここから下げた場合でも、6750円ぐらいまであるわけですよね。で、こうやって個別銘柄をね、しっかり分析すると、また、 わかりやすくなると思うんですけど、天気予報とか個別銘柄しっかり分析してないんでね、今だから短編動画で銘柄ごとの分析もやっていきますけど、えー、まあとにかく、まだちょっとね、自分は怪しいなと、ラジオエジの言ってることがよくわからないなっていう場合には、とに,とにかく、まずは体育座りで見学していていただいてですね、それで、ね、えー、だんだん慣れていっていただいて、いけるかなと思ってから参入してもらいたいなっていうふうに思います。 そんなふうに思います。えのー、次のあたどうぞ。サイジュニアの今後の動きについて、猫の足跡様から。ラジオにその始めまして、いつも寝るときに配置をしております。仕,仕事、子育てに疲れ、後半聞けずに寝てしまうこともあります。子、うん、育てお疲れ様です。ね、大変ですよね。お子さん小さいんでしょうね。えー、でもめっちゃかわいいんでしょうね。<laughs> 教材にもありますが、6031サイジニアの今後の値動きについてご教示いただきたく。数年前に2900円台で買って、やっとプラスに転じたんですが、どこまで上がるのか、どこで売るべきなのか迷っていますね、この足跡様。ぜひご意見をということで、6031サイジニア。えー、6031ですね。こんなチャートですね。素晴らしいチャートじゃないですか。ねこれは、えー、サイジニアはソフトバンク系。 えー、購買行動分析サービスを提供しているデータ分析に基づいた広告を配信しているということで今流行りのね何、えー、か知らんけど、えー、靴が欲しいなと思ってちょっと検索してたらあっちにもこっちも靴の広告が出てるけどどういうことみたいなね <laughs> 誰か見てんのかみたいなね <laughs> ああいうようなことやってるねそういう仕組みが今ウェブにあるわけですけどね気持ち悪いよね,あ,ねああいう広告をやってああいうような広告をやってる会社だと思います 細かくわからないけどね。でもそうでしょう。データ分析に基づいて広告配信してんだから。家が欲しそうな人には家の広告ね。えー、僕なんかはやっぱり YouTube とか見てると、えー、投資法の広告が出てくるね。必勝法がありますよ。知りたくないですか <laughs> 必勝法がありますよ。知りたくないですかあれに、ああいう広告に心惹かれてる間ダメですよ。<laughs> いや本当に。 お前ほとんどね、ほとんどあれはね、ブブです。ブブー。あ、あ、こい、あ、びっくり。自分でびっくりした。<laughs> ほとんどね、こ、こっち。こっちかもしれない。確かに、まだアラームかもしれないぐらいに、あの、あれなんですよ。ごめんなさいね、今ね。寝てた人、おきましたね。<laughs> 今ね。えー、ごめんなさい。だけどね、うんと、それにね、まだ、あの、目が映るうちはダメだよね。で、まあ、ね、 えー、そういうの、そういう広告を見ないようにならなきゃいけないんですけど、まあ、サイジニア。そういう広告の会社。で、売り時ですけど、明日です。<laughs> だ,っだって、あれさめちゃピークじゃないですか、これ。ね。で、まだ帰りがまだ飛んでないから、もうちょいかもしれないけど、突飛高になったらすぐ落ちてるよ。今後結構突飛高したらすぐ落ちてるよ。こっからここが、70、66%でしょ。で、こっから、 もうほとんど50%ぐらい値幅的には同じぐらい来てるから、えー、ね。値幅ほぼ同じですよね。これ値幅ここが1000円。こう1000円ってことで、パーセンテージは違うんだけど、1000円来てるから値幅的に。まあ、こんなもんじゃないでしょうか。<laughs> 2900円。あ、ちょっとだけリア乗ったんだ。だまだ惜しいかもしれないですけど、これね、 ソフトバンク系ですよね。で、まあ、ソフトバンク、親玉あまり調子良くないのし、ないのと、やっぱりね、これ今までの動き見ると、高くなって落ちる。高くなって落ちる。駆け上がってってなると、明日は落ちるんじゃないでしょうか。明日からしばらくね。もっと駆け上がるかもしれないけど、まあ、利が取れてよくな、良かったなってことで、えー、猫の足跡様。明日、えー、手締まったら一番、僕だったらもう明日手締まる。 ね、今日もドル円下げてる時に勇気振るって、売って入って、で、ちょっと下がった時にすぐ手締まってるの。その後20ピップスぐらい下がってる。涙 <laughs> 目で見送ってる。だけどちゃんと利が取れてる。ね。そういうことなんでね、やっぱり利益確保が一番大事なんで、ぜひね、早めの利食いをした方がいいチャートです。明らかに。マザーズなんでね、あんまりはっきりしたことは申し上げられないです。えー、ね。 まあまだ歴史も浅い銘柄ですからね、これね。なんでね。歴史結構あるわ。長いですね、結構ね。週足で見て、週足の200円目もあるし、あれもほら、週足で見たときに200円目からこんなにぶっ飛んでるよ。もう、あの、もう無理。だからね、猫の足音さん。足音さん。足音さんじゃない。猫は足音しませんよね。足音さん。えー、リグイ。 で、その後上がったら、涙目で見送ってください。ね。ああ、打った後に上がっている。悔しいって涙目で見送る。で、また入ろうとしないようにしてくださいね。高根です、これ。明らかにね。そんな感じでやっていただければと思います。ですから皆さん、えー、これね、高値県来て、こうチャート見た時に、これやばくねと思ったらもうね、リグいましょう。ね。別にバチ当たりませんのでね。 持ちすぎるの、またお、もうまたね、厄介なことになります、えー。次の方ですね、タイトルがちょっと長いですが、えー、弱含んでいるのにも注意が必要かなというコメントどうすべきでしょうかっていうね弱含んでいるのにも注意が必要かなっていうのは僕は言ったらしいんですが、えー、ラジオへ様、先日夜トロでメール取り上げていただきありがとうございました。えー、1万円の値幅の、あ、なんとしてでも1万円儲けたい人ですね。 ねえ、株を選んで火曜日に5105東洋タイヤを2351円で購入。水曜日の下げにぎょっとし、本日の下げでついに1万円を超える下げを経験して打ちひしがれておりましたところが、ジャストタイミングで相場天気予報で取り上げていただきました。弱含んでいるものにも注意が必要かなとコメントされていました。僕はね、買ってしまった場合は損切りでしょうか 下げの始まりという感じに聞こえますが、こういうコメントでは早めに売れというメッセージと受け取ればよいのか、今後の参考にさせてください。伊藤潮も以前に買って下げてしまっています。動画でつい人の気になり買うとすべて下げの方向に行くので困っています。自己責任という言葉がとても辛い毎日です。もうこれは、だからね、ちょっと若干僕責められてますよね、これね。<laughs> 若干僕責められてますよね。だけどね、あの、ちょっと申し上げたいのは、その、そもそもね、 えー、このタイヤ銘柄ですね、51、これタイヤ銘柄どういう趣旨で最近取り上げているかっていうと、5105とか、5108とか、5101とか、この辺りのタイヤ3兄弟、これは、えー、高いところに来てるんだけど、そろそろもう上昇トレンド終わりですよって話してたんですが、<laughs> まだ強いんで、ね、もしかしたら順張り的に、 ちょっと買ってすぐ売るっていうのはできるかもしれませんけど、だいぶ長引いてきてるし、弱含んでるんで、そろそろもうこれ上昇トレンド終わりなんじゃないかと。えー、上昇トレンド終わってくると、25MA 割り込んで、さらに下がる可能性があるっていうことも申し上げていると思うんですけど、えー、例えばこの横浜ゴム,ゴムなんかは、25MA 割り込んで弱含みです。で、買われた5105ちょっと見てみましょうね。5105。 5 1 0 5も明らかにこれ 25MA から垂れ下がってきて落ちていてでこうなると上がろうとするじゃないですか上がろうとすると、えー、また 25MA 25に当たってまた落ちるみたいなこんなこんな動きになりやすいんですよねここ、まあ、こまうやって上がってきてまた 25MA に阻まれるみたいなこういう動きになりやすいチャートなんですよねあのこれ典型的なチャートがこんな感じなんですよねこ,ここまでいかないですねここのぐらいまでですねこういう動きになった場合は だからここから20、上がってるチャートで、25円目からこぼれてきたときには、結構、あの、下に行きやすいんですよね。で、あのー、今の、その、この方は、えっと、フロームのところが、えー、空欄になってますが、えっと、どなたでしたっけ、えっと、えっと、えっと、フ,フロームな、な誰々、誰々さんが、ちょっと、アテナっていうか、 差出人の名前がね、お名前がね、ちょっとわからないんで、今ちょっと確かめているんですけど、すいませんね、手際が悪くって。えー、これはなんて方なんだとにかくこの1万円儲けたいさんにしておきましょうか。じゃあね、1万円どうしても儲けたいさん、あ、この方だ。えーっと、B、老眼で読めない。まあ、じゃあ1万円儲けたいさんにしておきましょうか。ね、1万円儲けたい様。 は、ま,あまず、要するに今、その、これ、前も言ったと思うんですけど、1万円儲けたいっていう、その目標が部分なんですよ。あの、本当に申し訳ないんですけどね。申し訳ないんですけど、この、えっと、株で毎日これだけ儲けたいとか、月にいくら儲けたいっていう目標は立てても意味がないばかりか。 えー、意味がないばかりかそれによって危険なトレードをやってしまいかねないので慎まないといけないっていう危険な精神状態なんですよね。でこの東洋大ヤについては僕はあの強い銘柄軍なんですけど崩れかかっていますよっていうふうに取り上げていました。なのでそれを買われたっていうことはまあ、ごく短期だったらいいかもしれないんですけどごく短期じゃないと危ないわけですよね。 でずっと見ていていただいたらわかると思うんですけど、これ25円目の上で動いてるうちはいいんですけど、これ上昇トレンド、下に入ってきたら、もう調整が始まってきていて、S 字下落というんですが、もっと大きく落ちるかもしれないチャートになってきてるんですよね。なので、えーまあただまあ、まだ強いね余波が残ってるかもしれない、そうすればね、また上がってきますけど、こんな感じで上がってくる場合もあるんですけど、今度、上値が限定的になっちゃうんですよね。 なんでね、いくらで買われているかまだはっきりわからないんですけど、えー、あ、2351円か。2351。ここですか。これね、なかなかね、これちょっと厳しいかな。ここ戻るの厳しいかもしれないんですよね。ここまで落ちちゃうと。なんで、えー、このパターンのね、チャートを、えー、拾って、こうやってこぼれてしまうと、結構厳しいです、これは。この後は。 あの、例えば、底根県、例えば6503みたいな三菱電機。こういうようなね、銘柄、これ安いじゃないですか。こういう安い銘柄を、えこういうこぼれ、下にかなり落ちたとこで拾う。これは割と大丈夫で、っ言いながらも今日も良くないですけど、これはまだ割と大丈夫で、買って、また下がったら買ってってやってると多分戻っていくんですよ。 これはね、多分戻っていく可能性が結構あるんですけど、今みたいな5105みたいな、こういうやつは、を、こういうとこで、えー、買った場合っていうのは結構厳しくて、このチャートは、尖ってるとこで売るチャートなんですよね。できるだけ尖ってるとこで売って、下げるのを取るチャートなんですよね。だからその辺がね、まだちょっと、この1万円取りたい様は、僕のチャンネルを、 まだあんまり長くご覧いただいてないんじゃないかな、ちょっと思うんですよね。そのあたりの、その、それぞれの僕が取り上げている銘柄の作戦というか、こういう銘柄ごとにどう使うのか、その銘柄を。それをちょっともうちょい勉強していただいてから、その、やり直していただいた方がいいような気がするんですよね。 で、これはだからもともとタイヤグループは強い銘柄なんですけど、えー、ちょっと、要するに今日も言ったんですけど、崩れかけてるんで、こうなるともう崩れていく可能性がありますよっていうコメントだったんですよね。で、今もだから6501だったり、日立から6702だったりは強いんですけど、こういう銘柄ね。これは崩れそうに、いつ崩れるかわからないんで、僕的にはね、これはリグって売って終わりっていうチャートなんでね。 で、えー、それぞれチャートの形ごとに取り組み方が違っていて、これ上昇がゆっくりいってるやつは、リグって売って終わりです、えー。そういう感じのチャートなんですね。6501もそうなんですよね。で、これ形が緩やかでしょで、そうじゃなくって、僕はよく、これ高いですよ、短期的に高いですよってよく、えー、相場天気予報の最後なんかで申し上げるやつね。 えどこ行った帰りが、プラス帰りがで飛んでるやつ。これはチャートが明らかに違ってて、プカーン飛んでるでしょ。垂直上昇してるでしょ。これはできるだけ先っちょうで売っていこうってやつなんですよ。これはできるだけ先っちょうで売っていく。あるいは、下がって5 m 目ぐらいまで来たら、買うと、ちょっとデートレードで取れるかもしれないやつなんですよね。その辺をね、ちょっともう少し理解していたいて、これも結構垂直に飛んでるやつは上で売るやつなんですよね。 これも割と垂直上昇に近い。えー、できるだけこう垂直にぶっ飛んでるやつは上で売るってやつ。あ、神戸物産高値抜いてきましたよね、まだね。だからこう上でてっぺんで売ってもさらに行くこともあるので、で、やっぱりもう一回売り増しをできるように、もう二回とかね、三回とか、売り増しができるようにしとかなきゃいけないしって話なんですよね。そうしないとね、一発で決まればいいんですけど、今日もあの、 えっと、くら寿司が成功したってお礼のメールが来てたけど、それもね、まあ本当に、あの、空売り怖いし、あの、何回かに分けてやっていかないと、えー、逆行した時にどうしようもなくなるんで。で、えー、ただ、こういうとんがってるやつは、逆行して売り増ししとけば、多分、まあ、その売り増しの感覚にもよるんですけど、割と損せずに、儲かるかどうかわからないけど、損せずに手舞える可能性は高いと思います。 それから6503みたいに、下にとんがってるやつは、とんがってる下で買えば、何回か、ね、難品しなくちゃいけないかもしれないけど、できるだけ幅を広げて難品すれば、最悪、プラマイゼロぐらいで、あの、抜けれると思うんですよね。プラスにならなくても。ただ、その今みたいに、緩やかに上がってたやつが、崩れてきたやつを高値圏で買っちゃった。高いところで崩れてきたところに買っちゃった。 崩れる前に買っちゃって崩れたみたいな時は結構これピンチでしてね、もちろんまたね、もう一回、ここの時みたいにここの再現があれば、ここの再現があればもう一回来るんですよ。この再現、ここの時みたいに 25MA からこぼれても復活したじゃないですか。この再現がないとは言えないんですけど、そのね、だいぶこれね、上に来てるんから、来てるんで、こっから崩れ始めた時ってやっぱりやばいんですよね。なんで結論的にはね、割と早めに 損切りした方がいいのかなっていう感じがちょっとしますけどね。それもね、えっと、もし戻してくればこういうふうに、戻してきた時代に損切りすればまあ小さくて済むので。で、えー、繰り返しになりますけど、そのまずどうしても1万円儲けたいっていうその目標をちょっと置いといてもらって、本当に。で、その、あのその目標ではなく、えー、むしろ逆に、 まず、1000円儲けれる銘柄ないか。ね、1000円からやってみようみたいな感じで、小さいところからスタートしてほしいんです。いきなり、たくさん儲けようとしないで。で、えー、1万円下げて、ビビっておられるわけなんですけど、えー、それはね、1万円儲けようとしたら、5万円下がる可能性があります。1万円儲けようとしたときに、5万円ぐらいの評価損を抱える可能性があるんですよ。 10万円儲けようとしたら、50万円の評価損を抱える可能性があるんですよ。なんでね、そんなもんなんで、投資って。だから、ちょっと、えー、一回ちょっと落ち着いていただいてですね。<laughs> で、えー、もうちょい、あの、それこそ体育座りで見ていていただいて、一体僕はどういう意図で銘柄を出しているのか。で、僕が出した銘柄が、その後どうなっているのか。その時、ラジオエジンが何と言っているのか。 あたりをちょっとよく見ていただいてですね。昔僕ね、このチャンネル始めた時に、1年間はトレードしないでくださいって言ってたんですよ。で1年間トレードしないで見てていただいて、そこから始めていただいたらいいんだって。だからそしたらそれ守った人がいるんですけどね。本当に。守られている人もいるんですけど。だからちょっとね、まだうちのチャンネルの趣旨がまだよくお分かりいただけてないような、ちょっと危惧があるので、 ね、本当にあの、伊藤忠もごめんなさいね。どこで買われたかちょっとわかんないんですけど、確かに伊藤忠いいですよって言ったこともあるんですけど、そのあたりがね、いろんな意味で取り上げてるんで、もう今日ジャスト買いですよみたいなね、感じで言う時もあるし、これはちょっと買い準備っていう時もあるし、いろいろな意図で言ってるんで、そのあたりをぜひ、えー、お分かりいただけるまでは、少しトレードを控えながら、そして目標金額なんかは置いといて、 で少しでも利益が取れる、なんか取れるのないかなっていうところから始めていただいて、ゆっくりやっていただければ、そういうふうに思います。以上、ラジオエジでした。責任を感じております。ね。本当にね、あの、投資系動画はね、情報発信が難しい。はい。情報発信は難しいです。はい。難しいと思います。でも、 情報発信続けますけどね、えー、こういうメールをいただきますとね、えー、自己責任という言葉が辛いって言われると、こちらも辛くなります。<laughs> また明日、ラジオジェでした。